用意スタート、はい、今回紹介するのはこのジャン・ハボック少尉という方なんですけど、まあ、今回取り上げるのは女性運が非常に悪いというところで、ものすごく振られっぱなしなんですね。でそんな彼についに彼女ができるのです。ですごい喜んでるんです。でそんな彼女実はハニートラップだったんですね。あら、そう、情報収集するために近づいてきた女だったんです。けどハボックはとっても口が固いし、仕事とプライベートを分ける解消を持っていて、何にも情報が渡らなかったんです、うん、で結果戦うことになりまして、うん、この付き合っていた女に刺されるのです。でこの結果、この戦いでハボックは下半身風水になってしまうんですね。で全く動けなくなってしまう。で軍役はもう不可能だ。このその時の上司とのやり取りがとても泣けるんですが、